していただきましたら、あのエコポイントシール差し上げます。はい、行きます。ちょっと大きくしてもう一枚いきます。チャレンジリレーは今日愛媛県で自転車に乗って走った皆さんの、ましたらあのスタッフ数名随行してますので、お声をお気軽にかけていただけたらと思います。よろしく。ここからは今日のイベントを実施してくださいます元気プロジェクトの代表である加藤さんにお願いしたいと思います。来てくれる宇都宮さんも来ていただいているので、晴れ男なので雨も止みまして、全員絶好の、サイクリング日和になりました、はい、で今日は40名ぐらいになりますので、前半20名と後ろ20名ぐらいで、あとスタッフがあのそれぞれ3名ぐらいが、そのグループについて回りたいと思っております。じゃあちょっとガイドが分岐つかなんです。本当作家さんで最低限の 文芸賞とかね、あの県知事賞もいただいてますので、宇都宮さんに一言。おはようございます。最近ですね、ここ赤金文芸と評論という雑誌に投稿、夢のかけるというペンネームでですね投稿してた、この文芸地協会のコンテストで、県知事賞をいただきました。まあ、あの夢のかけること宇都宮清司と申します。はい、じゃあ、スタートしたいと思います。お世話になります。鉄道の線路とかあるって書いてたから、気をつけてね。鉄道の跡とか、炭鉱鉄道の跡を整備した自転車道というのは全国でも稀なんですね。時代は430年前に遡ります。あの去年大河ドラマで軍師官兵衛のドラマがあったと思うんです。豊臣秀吉信長の時代に、この辺りであの天正の陣という戦乱が起こりました。地元の人たちが、代々祀ってきた神社であります。で、あの迷わないので、ちょっと頭を。
新居浜の重要な文化財、五輪塔であります。太鼓さんのお答えで、橋の宮の金子さん、もともと関東の武蔵の埼玉とか東京の墓とかがあったと言われて、この名残がこの五輪塔であります。麒麟で、花輪、地面の地輪ですね、一番下で、これが水の、水輪です。からなんかこれが、家が燃えたやつ、火ですね、火、火輪で、風輪、風ですね。で、一番上が空輪、ほら、風輪です。走りましょう。昔ここに線香場が あったん ご存知の方もおられると思います。これはすごいな。平成名水百選に選ばれました。昭和の名水百選というのは、まあ、大正とか平成で選定された